ダイナのハッピーシンギングチャンネル、今日もようこそお越しくださいました。ここのところライブ動画を立て続けにねお届けしておりましたんで、今回はレッスン動画というお約束でございました。レッスン動画もですね、ここのところ、発声のこと、それから英語で歌ってみたい方の子音、発音のことなんかを特集してやってきましたけれども、今日はですね、よく、ジャズのボーカルを学びにいらしている生徒さんに、私は何を歌ったらいいんですかというご質問を受けるので、今日はそんなところのお話をしてみたいと思います。ジャズシンガー、そしてボイスコーチのダイナでございます。今日はですね、ダイナ流にいろいろ何を歌ったらいいのかなというところをお話ししていきたいんですけれども、はい、これ選び方はいろいろございます。なんで本当にもう皆さん、お好きなものを選んで、まずはお声に出してみて歌ってみたら案外難しかったなとかね、私にはとても無理だけど歌ってみたら私なりには歌えたとかね、いろんなパターンがあるかと思います。でその前にまずはどんな曲をどう選んだらいいのかなということで迷われている方もいらっしゃるので、少しでも参考になればということで、今日はそんなお話をさせていただきます。まずはですね、以前の動画でジャズのボーカルレジェンドたちをご紹介させていただきました。例えばエラ・フィッツジェラルド、サラ・ボーン、ビリー・ホリデー、それから近年ですとやっぱりダイアナ・クラールのようなスタイルに憧れる方も多いようなので、男性シンガーですとナット・キング・コール、フランク・シナトラ、以前に王道のまさにジャズボーカルのレジェンドたちのおすすめの CD やオムニバス版のアルバムをご紹介させていただきました。まずはですね、ぜひいろんな音源を聞いていただきたいなと思っております。まあ、この YouTube でもいろいろアルバムごとねアップされてるのもあるのでお聞きいただけるんではありますが、ぜひ手に取って、で一曲一曲ピックアップするというよりはそのアルバムの流れをね聞いてみると、すごくまたそこにドラマがあったりしてね、そこに何か我々のこう金銭に触れるものが見つかるかもしれません。はい、で今の感覚で聞いてみると、例えば以前はピンとこなかった曲が今は心にしみるなとかね、あ、なんていい曲なんだろう、歌ってみたら昔はちょっと苦手だなと思ったタイプの曲が今はしっくりくるとか、そんなこともあるのが面白いですよね。で、ジャズソングっていうのはもともと例えば1930年代にたくさん作られたミュージカルの中から曲だけが一人歩きして何十年も世界で歌われるようになってスタンダード化したというものもたくさんございます。で、そういう中から例えばコンポーザー、作られた方たちですね、作曲家とか作詞家からフィーチャーして、ピックアップするという点もございます。例えば、シンガーの方が、プレイヤーの方もそうなんですけれども、よく選ばれるものとしてはガーシュウィン、ガーシュウィンもの、ジョージ・ガーシュウィンとアイラ・ガーシュウィンの兄弟で書かれたもの、お兄さんのアイラ・ガーシュウィンはね、作詞の方中心でもう長生きされたんですけれども、そのジョージ・ガーシュウィン、弟の方ですね、は早くに亡くなられておりますが、でも共作で随分たくさんの曲がございます。でもう世界に残るような、今も残れて愛されているような曲もたくさんございます。でそういう中から例えばガーシュウィンのものだと I got rhythm とか I got rhythm You got music、 はい、私がいつぞやね、YouTube のジャズコンテストで賞をもらったのもこの曲でございましたが、ポギーとベストでいうオペラの中の曲もね、いっぱい書かれてるので、Summertime and a living is easy。 ちょうどオンラインのジャズボーカルクラスでね、ここ3ヶ月やってきた課題曲でもございましたが、こういった、コンポーザーの方からスポットを当てて聴いてみるという手もございます。それから、これまたジャズシンガーに非常に人気のあるコール・ポーターという方がいらっしゃいます。はい、コール・ポーター、この方ね、なかなか奇人変人としても有名だったところで、この方のそうだ半生を描いた映画で五線譜のラブレターっていうのがね、しばらく前に公開されて、これもなかなか面白い映画でございました。コール・ポーターが書いた曲でジャズボーカルの方がよく歌うのっていっぱいあるんですが、例えば You'd be so nice to come home to、
You'd be so nice by the fire。 はい、この曲なんかも、なんとなくね、おしゃれなラブソングみたいに捉えてるかと思うんですけども、結構逸話がいろいろございまして、またこれ半音が結構ね細かく面白い音にいってるので、きちんとこれなんかも基本のメロディーを学ばれることをおすすめしております。はい、あとナイト&デイとかもそうですね。 Night and day you are the one Only you've been at the moon and under the sun、とか、あとちょっとやっぱり面白いなと思うのは Love for sale とかね。Love for sale, advertising your love for sale。 なかなか詩の方もえぐいんですけれども、メロディーも例えばこれなんかはラテンとスイングでね、こう交互にリズムをチェンジしながらやるような演奏スタイルもおなじみでございます。はい、そして、ちょっともう一組私としては絶対あげたいのはホニー・カーマイケルでございます。すごいよ、私は好きだなこの曲って思うと全部ホギーカーマイケルだったっていう時もありましたね。例えば、私がもう若い時からずっとソウルとか R&B とかね、そういうちょっとブルース調のものを歌ってた時からもうおなじみのジョージ・オン・マイ・マインド、ピアノ弾き語りを始めたのが私35歳からなのでね、この話も話すと長いんですけど、私は楽器はできませんので譜面も読めませんのでって、もう堅くなにねそういうのを抵抗する生徒さんいるんですけど、そんなに怖がなくてもやってみたい時が本当にその時じゃないかなというのは私の持論なので、ダイナ流に言えばピアノ弾き語りやってみたいって言って始めた60代70代の生徒さんも私のとこいっぱいいます。はい、楽しむやってみたいっていうエネルギーってね、やっぱりすごく大事だと思いますんで、まあちょっと話それましたが、ジョージア・オン・マイ・マインドとか、それからスターダスト、 Now the purple dusk of twilight timeStill across the meadows of my... というふうにね、まあ、ナッキンコールの名称でもおなじみですけれども、日本だとシャボン玉ホリデーっていうのがね、私が生まれた頃あれ60年代半ばぐらいに大ヒットしたテレビのバラエティーショーですよね。クレイジーキャッツさんとかピーナッツさんが出てて、でその番組の最後に、とてもこうおしゃれな場面でギターの演奏でスターダストのメロディーが最後に流る、エンディングテーマとして流れるというね、そんなおしゃれな時代に私ももうちょっと早く生まれてたらね、ちょっともっと面白い体験できたかななんて言ったりなんかもしますけれども、例えばそのスターダストとかジョージア・オン・マイ・マインドとかね、ホギー・カー・マイケル、ロッキンチェアと思うんですよね、まあ、全部歌わなくていいか、ロッキンチェア、もともと白人のこうスラッとひょろっとしたピアノ弾いて歌う、ご自身も結構いろんな映画に出てたりもしてましたよね。なんですけど、アメリカの南部のいわゆるこうアフリカ系の人がいっぱい住んでるような、そういうところへに向けたような郷愁の歌を書くのがすごくいいのがいっぱいありますよね。ということでホギー・カー・マイケルはもう大好きです。なのでそうやってコンポーザー側からちょっとこう探してみる、歌ってみたい曲を探してみるなんていう手もございます。あとね、最近私が、まあ、このところ10年ぐらいかな、もう島、南の島になんだかものすごく心惹かれまして、で、まあ、ずっとブラックミュージック道を着て、まあ、ブルースとか R&B とかブラックゴスペルとか、まあ、いわゆるアメリカ南部のものですよね。ルイジアナ州とかジョージア州とかの南部の方の文化にぐーっと行っていたんですけども、ここ10年ぐらいはこうアイランド系に目覚めまして、ハワイとも何かすごくご縁がいろいろできてきましてね、ハワイのステージで歌わせていただくことも結構何度かございまして、で、そうやってご自分に今ピンときてるフィーリングで曲を探してみる、でそんな耳で探してみるとちゃんと曲と出会えたりもしますよね。ふっとラジオから流れてきたのが、この曲素敵とかね、はい、まあいろんな形で今音源が聴けますので、 CD をお店屋さんに行って探して、買って聴くというのももちろん、おすすめのそういうね CD を紹介してくれるお店なんかもありますよね。なのでそういうとこに行ってこうやってアルバム探したりするのも楽しいですよね、はい、そういう王道の探し方もありますでしょうし、それから今はもうネット経由でいろんな音源をこう集めて紹介してくれてる方たちがいるので、そういうのを例えば自分のテイストに合った好みのばっかり集めてる
方でそれを紹介している、例えばポッドキャストとか、それから各種こうインターネットのウェブサイトでご紹介しているようなものもありますよね。なので検索してみる手もありますね。ただ検索すると一曲単位で出てきちゃうので、そうするとその曲だけを聴くんで、まあ、ピンときたらそれをやってみるのもいいんですけど、例えばその曲のシンガーとかコンポーザーからアルバムを聴いてみるとか、そうやって広げていくことをお勧めしております。そうするとさらにご自分の今のテイストに合うものが見つかるかなと思います。で、その曲をね見つけた時にわあ素敵だなと思ったら、まずしっかり味わってみてくださいね。自分が歌うという目線でばっかり聞くんじゃなくて、まずはわあいい曲だなって言って味わう、これはもう絶対かなと思ってます。で、味わって歌ってみたいなっていうところまで行ったら、まだ聞くだけに向いてる曲っていうのもありますし、歌ってみたいなっていうテイストで聞くとまた全然違って聞こえるものもありますしね。で、歌ってみたいなと思って歌ってみたら意外と難しいなっていうのもたくさんあります。で、そういうのでもね、まずはね、歌ってみたいなと思ったら歌ってみたらいいんじゃないですかっていうのは私のスタイルでございます。なのでまずは真似して歌ってみてもいいんですが、ここからがまたポイントでございます。ジャズボーカルってお手本がないんですよね。はい、以前にもお話ししておりますけれども、スーパーシンガーたちのものっていうのは元のメロディーをいかにアドリブしてそのシンガーなりに表現しているかっていうところが勝負なので、まあそこが面白い醍醐味なので、元のメロディーがもうわからなくなるぐらいのスタイルで歌ってるシンガーいっぱいいます。だからそれを参考にしてそれをその通り覚えると元のメロディーと全然違ったなんていうこともあるわけなんですね。なので、うわー素敵だな、これ歌ってみたいなと思ったら、まずはなんとなく声に出してみる。そしたらその後ぜひ譜面を見つけてください。はい、基本のメロディーをぜひたどっていただきたいんですね。はい、覚えちゃってから、一度覚えちゃっていっぱい練習しちゃった後に直すのって大変なんですよ。なので、いいなこの曲と思ってちょっと歌ってみたら、そしたら譜面を探して、今はもうジャズボーカル用の譜面集いっぱい出てます。それも以前の動画でご紹介してますので、はい、下にリンク貼っておきますのでね、そちらでぜひ、ご覧になってみて、それでその譜面集でまず基本のメロディーをきちんとたどってみる。まあその時にまたキーの問題とかね、それからふわりの問題、音符の位置の問題とか出てくるんですけど、ちょっと今日はそのあたりを置いといて、はい、っていうふうにまず今のご自分にぴったりくる曲を選んでみる。で、さらに言えば、例えばジャズのスタンダードという枠を超えて、私この曲好きなんだよなっていう、例えばポップスの曲、そういうのをジャズスタイルにアレンジして歌うなんていうことも多くのシンガーがやってらっしゃいます。まあ、私で言うと最近は英語でできてるハワイアンソング、まあ、これも例えばブルーハワイなんかもそうですよね。非常にその象徴的な曲ですけど、皆さんプレスリーでねイメージされる方多いんですけど、もともとは1930年代にビング・クロスビーがスイングで歌って、映画の中でですね、これもワイキキウェディングって映画、こういうのも今手に入っちゃいますからね、 DVD とかで見れちゃうので、In blue Hawaii っていう風にスイングしてたんですよね。っていう風に、私はまあスイングしてるっていうのがまずはジャズソングの基本かなと思っております。なので、ジャズスタイルでという時に、例えば自分が気に入ってるなと思った曲が見つかったら、それをジャズ風のアレンジにして、ジャズソングとして歌ってみるなんていうこともご自分のアイディアとしてはありではないでしょうか。まあ、ちょっとねアレンジにまた少しこう音符の位置を変えたりっていうことがとても重要なポイントとして出てきますけれども、その好きな歌を自分の心を込めて、思いを込めて、そしてそれを感じながら歌うっていうことがとにかくとても大事だと思います。なのでそういう曲をいろいろね思い起こしながら、例えば若い時に歌ってた曲、あの曲をそうだジャズにして今歌ってみようとかね、そんなのもとても素敵なんじゃないかなと思います。なのであまり固定概念にとらわれず、かといって基礎はぜひきちっとね学んでいただきたいなと思っております。さあ、ということでダイナ流に何を歌ったらいいかしらというところを今日はお答えしたつもりでございます。
はい、今、私のところで、まあ、英語の歌を全然歌ったことないんだけど歌ってみたいなっていう方からのお尋ねも結構増えておりまして、そういう方にもおすすめしているのが、基本のボイストレーニングとそれからジャズボーカルの基礎を毎回、学べる1時間のオンラインクラスを月2回コースでやっております。火曜の午前中、木曜の午前中、土曜の午前中、全部11時からの1時間なんですけども、はい、今ちょっと木曜日がいっぱいになっちゃってるんですけど、火曜日と土曜日はまだ入れますので、気になる方はぜひ無料体験レッスンでご参加ください。例えばそのレッスン、発声のためのストレッチ、呼吸法、それから発声法、それから、リズムのトレーニングですね。ジャズのリズムにどう乗っていくかっていうのをとても迷われてる生徒さん多いので、このオンラインレッスン当初はですね、初心者さん向けで作ったんですが、最近は中級者以上の方でもうステージでいっぱい歌ってるっていう方が、このジャズのリズムをもっと勉強したいっていうんで増えてこられております。はい、ですので、ぜひまあ一度体験してみて、学ばれるのもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、ぜひぜひもっともっと英語の歌をね、自由に今のご自身の感覚で歌っていただきたいなと思っております。で、我々日本人ネイティブ、日本語ネイティブとしては日本語の歌もね、ぜひ、たくさん歌っていただきたいなと思っております。で、日本語の歌も、まあ、ジャズのリズムにして歌えるとこんなかっこよくなるよっていうのたくさんあります。私がお話しさせていただいていることで何かヒントになればいいなと思っております。はい、ということで、毎週金曜の早朝にこの動画アップしております。毎週金曜の7時と言ってますけど、だいたい6時ぐらいにはもうアップしていることが多いですので、ぜひチャンネル登録もしてみてください。ということで、何かご質問とあればぜひメールでお送りください。ではでは、また来週お目にかかりましょう。 See you!